ょっとね、誰しも一度はやったことあるインスタあるあるを言おうと思うんですけど、好きな人がストーリー上げたら気になるから早く見たいんだけど、なんか早く見ちゃったら、うわこいつめっちゃ見るの早いやみたいに思われちゃうから、一旦好きな人の隣のストーリー開いて、でそこから指を離さないで離さないキュイーってして、あこんなストーリー上げてるんだへへーみたいなね、ありますよね。ということで本日はよくある貴重いストーリーに文句を言っていこうせっかく悪い。まあ、インスタのストーリーって結構黒歴史の宝庫じゃないですか。皆さんもね、友達のストーリーとか見てて、んだこいつ、きっしょいな。んだこいつ、どうしいな。とかね、一度は思ったことあると思うんですよ。でもね、そういうストーリーって普通に、まあ、スルーするか、案外なんか逆に面白いな、みたいな、なったりするじゃないですか。だけど、今回だけは逃がさんぞ、と。きっしょいストーリー一つ一つに全部文句言ってやろうっていう、もう最低な回です。と続け理解しておいてほしいのは、この動画あくまでネタなんでね、この動画のせいでストーリー上げにくくなったとか、絶対やめてくださいね。もう寂しいんでね。今から紹介するストーリー、上げてる人いたら、本当にごめんこれマジで鬱陶しいんですよ。何が鬱陶しいかっていうと、なんか嫌がってるアピールしてくるんですよ。渋谷歩いてたら男の人にナンパされた、原宿歩いてたらスカウトされた、別にモデルとか芸能界興味ないからやめてくださいみたいな、別にこっち興味ありませんからって感じのストーリーあげるんですよ。本当に闇的な自慢してるのめちゃくちゃバレバレだからね。あとそのナンパもスカウトも君に声かける前に10人くらいに声かけてるからね。君が本当に見せたいものは何なんだ。お花に来ました、桜めっちゃ綺麗って言いながら顔のドアップ乗せてるみたいな、桜後ろの方にちょびってしか映ってないみたいな、お前桜見せろや。だからなんなん、勝手にすればいいやん。インフルエンサーとかだったらわかるんですよ、こういう報告してくるの。でも普通に友達で学校でも会ってるようなやつがこれ言ってきたところで、だからなんなんって感じなんですよ。しかもこれ言うやつは大抵2日くらいで浮上してくるからね。こいつは本当に良くない。普通にご飯食べてたら急にカメラパーって向けられて、ええー、ストーリーストーリーみたいな。で、全然漏れてない人の顔を勝手にストーリーに乗っけるんですよ。そのくせ自分の顔を乗っけるときはもう絶対バッチバチに漏れたやつを乗っけるんですよ。本当にね、次やったらお前の寝起きの顔面ストーリーで晒したるからね。なんなんこの定期的に整理したがる奴ら。フォロー外されたくない人は DM くださいとか、アンケートのはいの方を押してくださいとかさ。なんでお前整理する側に立ってんの。でもこういう奴は構ってちゃんのだけだから、なんのアクションもしなくても全然フォロー外されない。これもう本当に鬱陶しい。こういうモテるアピールするやつって、なんか自分は嫌がっていますけどっていう感じのね、アピールもするんですよ。めっちゃこの人しつこいんだけど、こっちはそっけない感じで返信してるんだから気づけし、みたいな。いろんな人から LINE が来てるんだったらまだわかるわ。でもたった一人にちょっとしつこくされて、本当は嬉しいくせになんかモテますアピールすんなよ。これなんか勘違いしてるかもしんないけど、全然かっこよくないからね。確かに昔はタバコ吸ってる方がかっこいいみたいな印象あったかもしんないんですけど、今はむしろ吸ってない方が好感度高いみたいなところあるじゃないですか。特に未成年でタバコ吸ってるアピールしてるそこの君、全然かっこよくないからね。あと定期的に C 社に行ってそのストーリー上げるやつ、あれも鬱陶しい。匂わせてないで大々的に晒せや。そんなことしても彼氏できたのとか絶対聞いてあげないからね。確かに似てるわ、うん。目の数一緒じゃん。お前がやってることもテロと一緒だからね。次の人のストーリーに行くのにめっちゃ時間かかるんですよ。で、スマホの右側ずっと連打してたら途中で変なリンク入れちゃって、よく知る友達の質問コーナー全然重要ないって。モデルかって直接言えや。何の確認？はい、ということで、きしょいインスタのストーリーあるあるでした。まあ、こういうストーリーってね、僕も皆さんも無意識のうちに上げちゃってる可能性もあるし、なんだかんだこういうストーリー見るの楽しいですよね。なんかもう文字びっしりみたいなストーリーとかも案外最後まで読んじゃったりしますよね。僕もそういうストーリーを上げていけるようにね、もう心がけようと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。